次に横倉康之君に発言を許します。議長。横倉康之君。大阪府議会の横倉康之でございます。今日質問をさせていただくつもりでしたが、先ほど杉本議員の方から同じような同様の質問がありました。東日本の大震災によって発生いたしましたその災害廃棄物の問題でご質問をさせていただきます。重複するところは割愛をさせていただきたいと思います。先ほど お答えの中にもありましたように、今年の1月におきましては、環境省の方から個別フェニックスの食料につきましては個別に安全評価を行うということが言われております。また関西広域連合におきましても3月の27日にフェニックスに対しまして評価を安全評価を早く受けるようにというような要請をいたしております。その後、宮城県の議会また岩手県の議会の方々が、大阪府議会の方にも来られました。今の現状というものをお話しいただきました。まだまだ瓦礫の山があちらこちらにあるということで、物理的にも、精神的にも大変被災者の方々の負担になっている。それが大きくまた復旧や復興の妨げになっているというお話を聞かせていただきました。いまだにフェニックスにおきましてもまだどこで最終処理を行うかというような場所の選定もされておりません。それだけに環境省におけるその評価もまだ十分に受けれないというような状況にあることが現状であります。そこで、その議会の話の中にもですね、被災地の方では災害廃棄物の、量の見直しも進められておりまして、また可燃物だけではなく不燃物の処理にも困っているというようなお話も聞いております。そういった被災地のニーズに応じた国の安全性評価を早く受けるべきであると思っておりまして、まずフェニックスの理事長を出されておられます。兵庫県の知事でもあります井戸連合長にそのお話を聞かせていただきたいと思います。井戸連合長。関西広域連合でも原則として可燃物を受け入れるという考え方で統一をさせていただきました。一方、5月に環境省が岩手県宮城県での見直し結果を受けて実施しました災害廃棄物の推計では総量は減少しておりますが、なお247万トンの広域処理が必要とされています。また岩手県では解体の見込みが明らかになった大型建築物等の解体量などが計上されましたので不燃物が当初に増加しております。このような状況の中で、先ほどもお答えしたのでありますが、フェニックスとしては水との接触を避ける方法を取る、将来の土地利用に支障がない処理の仕方をする、通常の廃棄物と分離させる、通常の処理とは別の処理方法を検討してそれを取るということで、最終的に関西環境省とも個別審査が受けられるように検討を進められているものであります。国の個別評価から大阪湾フェニックス処分場におきましても安全性の確保が見極められることが前提となります。合わせて
村におきましては最終職員料の確保がなされれば自分たちも処理焼却処理に協力を積極的にしたいという市町村もたくさん出てきているわけでございます。私どもといたしましても阪神・淡路大震災の経験も踏まえ、フェニックスでの広域処理に全力を挙げて、取り組んで、まいりました。そして広域処理の期待に応えなくてはならない、このように強く決意をいたしております。いずれにしましても技術的な問題、そしてどこで処分をするのかという箇所付けの問題など鋭意フェニックス自身で、検討されておりますので、あとしばらくの間のうちにはフェニックスで結論を出されると承知しておりますので、その検討を私どもとしても待って、このような状況でございます。検討だけで終わらすことはない、このように決意をしております。横倉康之君。一昨日の新聞のこれ夕刊にですね、尼崎と泉大津沖を検討という、こういう記事がありました。その中で29日に大阪市内で開く理事会で協議するということまで書いてあるわけですが、29日の夕刊を見ましても、今朝の朝刊を見ましても、その理事会での協議がどうなったかというようなことが載っておりませんでした。まあ、それだけにいろいろな問題があるという、それと、このフェニックスというのは大変関係者が多いということからですね、なかなかこう話が進まないのではないかなとも思っております。このフェニックスの中に管理委員会があるということをお聞きいたしておりまして、この管理委員会の管理委員長が大阪府知事、松井知事でありますので、できるだけそういった管理委員会としても早く決定をされて、そして最終処分地が決まれば、いろいろな市町村がですね、がれきの受け入れも行われるということでありますので、ぜひその辺をお願いをいたしますとともに、管理委員長として何かそういうお話があれば一言お願いをいたしまして、私の質問は終わらせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。松井。横倉議員の質問にお答えいたします。水面の管理型最終処分場での焼却灰の処分については、大阪市北方処分所に処分地に関わる国の安全性の評価を先日受けたところであり、この知見に基づき大阪府大阪市において専門的科学的な現地から安全な処分方法を決めたところであります。フェニックスについても、まずは国の個別評価をしっかり受けて、専門家の意見を聞きながら科学的な現地からの安全な埋め立て処分方法を決めるべきだと考えています。現在評価にあたって基本的な考え方などをフェニックスの理事会において議論をいたしていますが、状況以下では管理委員会としても私が委員会を招集をし、対象処分場や、安全性の評価を前提上評価の前提条件などを協議決定をし、早急に国の評価を受けるよう管理委員長としての役割を果たしていきたいと思っております。